どうもゼログの東堀です、えー、本日は今週末に行われます、リに持っていく販売予定個体紹介をしていきたいと思います。えー、トンブリは毎年あのこの季節に行われているブリーダーズショーで、えー、基本的には時間半縮個体と、えー、国内 CBA 個体のみに限定された、えー、結構盛り上がるブリーダーズイベントで、僕も毎年この季節がすごい楽しみにしています。 でえー、今回も、えー、同じくその、えー、時間はし個体と、えー、国内シビ個体の紹介をするんですが、えー、今回のイベントは事前予約可能ですのでもしあのこの動画を見てあブログにもリストを掲載しますので、えー、概要欄に貼っているブログの記事から気になる答えもいましたらお問い合わせいただけますと幸いです、えー、では早速紹介の方をしていきたいと思いますまず一匹目にご紹介するのがスマヘテロパイのオスです、えー、スマとはスーパーマホガニの略でマホガニのスーパータイですねで基本的にには結構真っ黒になるんですけどまあ こ,うこの答えは背中に結構はっきりとストライプが出てて、答えによったらこういうふうに結構くっきりとしたストライプが出ます。で、答えによったら割ともうほぼ全身パターンレスの、こう、エイトボールのようなスマもいるんですけど、まあ、この答えは割とストライプが強く出てるという感じですね。で、顔つきは、まあなんかボール、普通のボールよりも結構、ややシャープになりやすいとか、独特の顔つきになりやすい傾向にあります。この答えでも、割ととう可いい顔してるかなと思います。個体によっったらもっとこう こうなってたりかこう三角形というかね三角っぽい顔になったりとかすることがあります、うん、この顔はこんな感じですね結構色が まあかなり黒いですねエイトボールもね黒いんですけど、わりとこうスマの黒さはこう透明感のないべたっとした黒さというか、まあ、色だけでいうとこうエイトボールの方が黒くて、スマの方がやや茶色に近いと思っているんですけど、でも透明感がスマはないので、こうパッと見た感じ、スマの方が割と黒く見えることが多いように感じます、えー、色の個体差も結構あって、スマでも結構、まあ、エイトボールも同じくなんですけど、スマでも結構、やや淡い、明るい個体から結構黒目の個体までいます。 この個体は親がマホガニヘテロパイとマホガニパイから生まれた個体なので、妻の100%ヘテロパイですのオス個体ですね。で、妻、まあのパイを、妻、まあ、パイっていうんですけど、 まあ逆にこう8ボールのパイはまあ8ボールパイまあパンダパイとか言えることが多くてまあスマパイのいいところっていうのはもちろんその色の濃さもそうなんですけどまあ既形率がこう明らかに低いと言われててまあ僕自身まだスマパイチさせたことないんで体感してはないんですけどまあ明らかにスマの既形率は低いように感じます エイトボールでももううまく、あのなんて言うんだろうね、管理したりとか、まあ親の血統の、えー、濃さを考えたりとかすると、まあ、消え回避はできるんですけど、まあ、明らかにスマの方が消え回避というかね、消えはもうほぼ個人的には見たことないですね。うん、なので結構海外でも、えー、パンダバイから割とスマパイにシフトしてる、えー、ブリーダーも多いように感じます。えー、この個体はスマヘテロパイのオスで21万円で販売予定です。 続いてご紹介するのがレオパードブラックヘッドオレンジドリーム50%ヘテロゴーストクラウンポッシブルイエローベリーのメスです、まあ、この個体はまあご覧の通り結構こうダーク系の多重コンボというかね、まあ、レオパードとブラックヘッドなんですけど、まあ、そこにオレンジドリームが入ってます兄弟のドリームなしという判別の個体もいるんですけどこの個体は兄弟の中ではまあ一応ハイコンボの個体です ま、レオパードともうブラックヘッドがコンボになってるんで、もうかなり黒くなっていて、まあ、あの暗色部の面積も多くなってます。そこにオレンジドリームが入ることによって、こう、下半身というか、こう、尻尾に向けてやや明るくなりながら、え、柄が繋がったり、え、してるように、え、してます。えー、オレンジドリームがこう、ハイコンボでも入ると、明らかにこう、尻尾の方が、ま、入ってなくてもね、明るくなることが多いんですけど、ドリーム入ると明らかにこう、明るくなっていきながら、この辺に結構特徴が出やすいですね。あ,あの、 こう顕著に柄がつながったりとか逆に柄と柄の間がすごい空いたりとかする傾向にありますこちらもこんな感じですねもう一匹のレオパードブラックヘッドもややワントーン明るいので、まあ、この個体はドリウム入りかなと思いますやっぱりレオパードブラックヘッドは結構なんかねこういうふうにあの目の上が白くなったりしやすいですねレオパード入るとややこう目がいかつくなるというかそういう傾向にあるように思います ここにも、ね、はビとか入るとさらにこう目白っぽくなったりするんですけどこの個体レオパードブラックヘッドにしては結構目はいかつい方かなと思いますで、まあ、両親がヘテロゴーストとヘテロクラウンなので、まあ、この個体はそれぞれゴーストとクラウンがそれぞれ50%ヘテロということですねなのでヘテロゴーストクラウンの確率が50%なんじゃなくて、まあ、それぞれが50%なので、まあ、両方入ってる確率でいうと、まあ、いわば25%かなと思います まあこの表現から結構、イエロービリーを判別するのは品の技なのでまあ親はねイエロービリー入っていたんですけどこの個体はまあポシブルイエロービリーとしましたまあ結構、特にレオパード系まあそもそもレオパードイエロービリーだけでも結構あのイエロービリーの判別が難しいのでまあブラックヘッドが入ってドリまで入るとまあイエロービリーの判別はなかなか難しいかなと思います。お腹はこんな感じですね、うん でこの,あのリンガーっぽくなっているところの中がオレンジになっているんですけどそれ以外のおは基本真っ白ですねで真っ白だと結構、色びりあまり感じないようにも思うんですけど、まあ、ブラックヘッドが、ね、結構ホワイトビリーというかお腹結構真っ白くなりやすいので、まあ、色びりは言い切るの難しいかなと思います。 50%のダブルヘテロなので、まあ、もしこうオスのゴーストクラウン系、まあ、ゴーストヘッドクラウンとかクランヘッドゴーストとかダブルヘテラとか持ってる方がいましたらぜひ、まあ、検証していただけたら、まあ、ダークの多重の、まあ、結構渋いゴーストクラウンのハイコンバが生まれるんじゃないかなと思いますこの答えはレオパードブラックヘッドオレンジドリーム50%ヘテロゴーストクラウンポッシブルイエローベリーのメスで9万5000円で販売予定ですえ続いてご紹介するのがブラックヘッドグラナイトタイプヘテロアルビロのオスです えー、この個体は、えー、ブラックヘッドに、まあ、明らかにあグラナイト表現が載っているということで、まあ、グラナイトタイプというのはどういうことかというと、まあ、あの片親が、まあ、GH はブラックヘッドでもう片親がアルビノだったんですけどどちらも明らかにこうグラナイト表現がもう全く出ていない個体から生まれた、えーまあ、ブラックヘッド、まあ、GH は見えないので、まあ、ブラックヘッドだと思うんですけど、まあ、そこにもどう見てもこう皆さんご存知のグラナイト系の表現が出ててうんだから、まあ、もしかしたらどっちかの両親にその 表現がが弱いブラケットが入ってたかもしくはそうグラナイト系自体が、まあ、ファームハッチ結構たくさん見たことある方だったらわかると思うんですけどグラナイト系って結構まだまだファームハッチ系でも出てて優勢のグラナイトから劣勢のグラナイトまでいるんで、まあうん、すごい、えー、出回ってる地なんですよねなので、まあ、あのもしかしたら両親にヘテログラナイト系のあのが入っていてここで表現が出てる可能性もあるんですけど、まあ、その辺がちょっと、ね、分からなくてグラナイトと言い切ることもできないので、えー、グラナイトタイプと、えー、言わせてい いただきます、まあ、でももう明らかにこうブラックエッドグラナイトを地でいくようなこうお手本のようなえ表現をしていてまあめちゃくちゃかっこいい個体かなと思います、えー、ここにこ100%ヘテロアルビノがえついていますそれで押す個体ですねまあもちろんそのアルビノ系持ってる方えもう割といると思うんですけどまあ見た目自体すごいえかっこいい個体でエピー顔にしてもいいと思うんですけどやっぱりこうアルビノ持ってる方はぜひこれでえこの表現のえこういうアルビノを狙っていただけたらすごい面白いんじゃないかなと思います ななかなかこうグラナイト系ってこう表現が不安定な答えが多くてなかなかこう激しくグラナイトが出る答え表現から、まあ、全然出ない答えまでいてしかも同じ親を使っているのにそういうふうになったりもするので、まあ、なかなかこう表現の安定性はややこう、えー、安定性に欠けるのかなとは思うんですけどこの答えに関して言うと、まあ、か,なかなり表現が強く出た答えかなと思いますこの答えはブラックヘッドグラナイトタイプヘテロアルビロのオスで8万円で販売予定です 続いてご紹介するのがスペシャルヘテロクラウンのオスです。 まあスペシャルはブルーアイルシュコンプレックスで、まあ、あのシングルで言うと表現やや弱めで、まあ、明るくはなるんですけど、まあ、サイドの模様がやや乱れたりとか少し大きくなりながら乱れることが多いかなというものでしてただまあ表現のような答えとかもほとんどわからない答えもいるんですけどこの答えはまあヘテロクラウンの影響ももちろんあると思うんですけどかなりわかりやすい答えかなと思いますで目はもうね明らかにもうブルーアイルシュコンプレックス特有の,この白い目というか、うんまあ、上半分というか、ね、この答えもほとんどかなり白いんですけど左目もこんな感じで かなりこうブルーアルシーコンプレックス特有の特徴が出ている目かなと思います頭も結構抜けていて体全身の色もかなり明るいですねこうサイドも結構こう白縁というか、ね、白く縁取られていて、まあ、ヘテロクラウンになると割とこういうふうになりやすいんですけどサイドも割とこんな感じに出ています、えー、親がスペシャルクラウンを使っているの、ね、で100%ヘテロクラウンですね、まあ、スペシャルクラウン系は結構海外でも結構多重コンボなので、まあ、すごい美しいコンボも出ていて、まあ、あの人気のモルフかなと思いますやっぱりスススペシャルはスーパースペシシャャルルはーーパになると こうブルーアルシというかねこう白地にこうオレンジの発色が出てすごい綺麗なんですけどクラウンに入れていくとかなりこうコントラストを出しながら結構明るくというかねスペシャル特有の,この白さを出しながらこうやや見出して明るくしてくれるという感じで結構え綺麗なクラウンコンボを狙っていけるんじゃないかなと思いますえこの個体はスペシャルヘテロクラウンの素で4万5000円で販売予定ですえ続いてご紹介するのがアスファルトスペシャルヘテロクラウンのメスです この個体もこう同じスペシャルクラウンを使った個体なんですけど、まあ、メス親が違って、この個体は結構黒いアスファルトを使っているので、結構僕の一番お気に入りの血統のアスファルトです。アスファルトスペシャル自体が全然いないので結構面白いコンボを狙っていけるんじゃないかなと思います、結構特徴の強いアスファルトなんで、まあ、黒さも先ほどの答えと比べて黒さとか乱れもそうなんですけど、お腹もこも結構かなり乱れてて。うん 結構いいい表現ししてるかなと思います、まあ、先ほど申し上げたようにやっぱスペシャルの表現も目に特に出ていて目がかなり白くなっていますまあ、アスファルト短大だったらまずこんなに白い目にならないので、まあ、スペシャルの表現も体的にもしっかり出てくれているかなと思います今後が結構こう見えるコンボなんですけどこの個体としてもかなり綺麗な表現かなと思っています アスファルトの,この黒さ、えー、表現の乱れと、まあ、スペシャルの,この明るさとコントラストサイドの乱れとか、えー、加わって、まあ、すごい綺麗、えー、な表現かなと思います、まあ、アスファルトスペシャルヘテロクラウンなんで、まあ、もちろんこうクラウンの重たい狙っていきながら、まあ、YB クラウンとか の持ってる方がいらっしゃったら、まあ、ちょっと乱れたパターン系入れつつも、えー、スペシャルのフリーベイグラウンドとか狙っていったらかなりこう唯一無二のハイコンボが狙えるんじゃないかなと思います、えー、この個体はアスファルトスペシャルヘテロクラウンのメスで38万円で販売予定です、えー、続いてご紹介するのがヘテロサンセットパイのペアです、えー、向かって右側のこちらの個体がオスで、えー、向かって左側のこちらの個体がメスです でこの個体たちは、えー、オス親がサンセットでメス親がバナナパイですから生まれたので、まあ、100%ヘテロのサンセットパイです、えー、この個体たちはちょっとペア売りにさせていただきたいなと思っておりますどちらもやっぱり結構変わった表現で、まあ、両個体ともにかなり黒いですねでオス個体は結構オレンジ味も出てるかなと思います、まあ、いわゆるパイマーカーもこちらは結構強く出てるかなと思います こちらの個体はまあパイマーよく、俗に言われるパイマーカーというのはまあややあるような気もしますけど、ほぼないように感じます、まあ、このようにこう100%ヘテロでも、とこと俗に言われるヘパイあのマーカーというのが全く出ない答えもいるということです、す、まあ、ただダブルヘテロなんで、ね、そ,こはそこまでこう参考にならないかもしれないんですけど。 明らかにこうノーマルと違う表現というかこうダブルヘテロっていずれかのヘテロの表現が出たりとかもするので割とこうダブルヘテロの表現で語るのは難しいんですけどまあ初めてこうヘテロサンセットパイを8させたのでまあ割と一つの参考になるかなと思って結構観察してますこちらの答えはまあ先ほど申し上げたオレンジ濃いのとまあちょっとリンガーっぽいのが出ていて表現として変わっているのは押す答えかなと思いますえこの答えたちはヘテロサンセットパイのペアでえ45万円で販売予定です え続いてご紹介するのがモハベファイアーオレンジドリームデザゴのメスです、えー、この個体は、えー、オス親が、えー、モハベオレンジドリームデザゴ66、えー、ヘテロゴーストのオスに、えー、メス親がファイアーヘテロデザゴですね、まあ、な,なんでこの個体はわずかにこうポッシブルヘテロゴーストの可能性はあるんですけど、まあ、ただ、まあ、親が50%ヘテロとか66ヘテロの場合はこのままあ、もう基本的に僕は無視して表記するので、まあ、この個体は、まあ、モハベファイアーオレンジドリームデザゴと、えー、して販売しようと思ってます 恐れが、えー、モハベオレンジドリームデザゴで、ジョリスから輸入した個体なんですけど、もうかなり気に入っている個体で、え成長とともにもう真っ白になっていってて、<laughs> X の方にも、えー、アダルトの画像を一度この間投稿したんですけど、 かななり白くなってますでその答えすごい気に入っていたんですけどそこにもう絶対にファイヤー加えたら間違いなく綺麗になるだろうなと思ったのでまあ、あのー、結構、僕の気に入っているファイヤーヘテロデザコファイヤーのみを加えようと思って、えー、かけましたでまあ、結局、ファイヤーがまあ乗ってくれたのでわ、まあ、割と僕の思った通りの答え出てくれたんですけどでもこの個体っていうかねこのクラッチ結構ビッグクラッチで卵全,全12卵あったんですけど全ノりが3匹引けたのでしかも全滅なので、まあ、結構、えー、グッドオーツなクラッチかなと思います。 やっぱりモハベオレンジドリームデザコっていう、まあ、すごい綺麗な、えー、淡いこうデザコのハイコンボなんですけどそこにこうファイヤーだけ加えることによって、まあ、その上品さそのままにこうよりワントーン明るいというかねこうより上質なコンボが作詞できたかなと思います、まあ、特にこの成長とともに変化はすごい楽しみな個体ですね、えー、モハベオレンジドリームデザコの親の個体だけだったら結構こう柄が乱れてるというか、ねまあ、ここまでスライプ出てないんですけど、まあ、この親のファイヤ、えーがすごいこうリうュース系の えー、綺麗なファイヤーなので、まあ、その個体の特徴をついてくれてるかなと思います。でも、まあ、頭も、まあ、よりワントーン抜けてて、まあ、ただ結構ファイヤーが入ってるんで、ややこう、黄色みが増してるというかね、えー、ストライプも黄色っぽくなったりしてるんですけど、まあ、逆に言うと、ま、ファイヤーが入ってるんで、まあ、成長ともにもう間違いなく、えー、真っ白になっていってくれるかなと思います。えー、その親のファイヤーヘテロデザゴで、えー、以前、他の都市に撮った、えー、単純なファイヤーデザゴもいるんですけど、そのも、その個体もこう、ベビーから、こう、お客様のところに行って、こう、アダルトになった時の写真見させてもらったんですけど、もう本当にもう真っ白。 になっててもう間違いない決闘かなと思いますこの方はもう間違いなくホワイトアウトをしてくれる答えかなと思いますちょっと参考程度にあえは、ー、とこの親のオス親のモハビオレンジドリームデザコンもお見せしたいと思います 参考にこの個体が先ほどのクラッチの親のモハベアオレンジゾリウムデザコです,すみませんちょっとあのー、伝えを間違えててあの60度で50%ヘテロゴースでしたねモハベアオレンジゾリウムデザコ50%ヘテロゴースのオスですねオス親ですこの個体もねかなりこう白抜けしてるんですけどベビーの時はね全然もっと黄色っぽくて、まあ、黒も濃かったんで、まあ、かなりもう色抜けして、まあ、あめちゃくちゃ綺麗になってますも頭もねこうかなり抜けてて まさしくデザゴかなっていう感じの、まああのーまあ、パステルが入ってなくて、まあ、単純にモハベのドリームだけのデザゴなのでこのまろやかに抜けてるっていうかねこう柔らかく抜けてるかなと思います、まあ、とにかくでも色がこうとてもとてつもなく神々しい個体で、まあ、かなり気に入ってます <laughs>、えー、この個体が、えー、先ほどの個体の親の、えー、モハベオレンジドリームデザゴ50%ヘテロゴーストのオスです この答えが先ほどの答えの子供のモハベファイアオレンジドリムデザゴのメスで26万円で販売予定です。 こんな感じで、えー、トンブリに持っていく販売予定交代紹介をしてみました。えー、冒頭でも申し上げました通り、えー、事前販売可能ですので、えー、概要欄のブログのリストも含めて、えー、気になる方がいましたらお問い合わせいただけますと幸いです。えー、まあトンブリはね、僕すごい大好きなイベントで、まあブリクラも同じなんですけど、まあ、えー、そのトンブリとかブリクラにだけにしか、えー、出ないブリーダーさんたちも多くて、まあある意味こうブリーダーさんたちのこう発表の場ともなっているようなイベントで、まあイベントの雰囲気もね、他のこうイベントとかは一線を隠したようなまあ独特の雰囲気 で僕もすごい大好きなイベントなのでもし、えー、ご来場されたことがない方がいたらまぁ、あ、ぜひご来場していただけるとまぁ、あ、特にあのハチリマニアの方たちは楽しんでいただけるイベントなんじゃないかなと思いますいこんな感じで本日はとんぶりに持っていく販売体個対紹会をしてみましたそれでは会場でお会いしましょう良いボールライフを